豊富駅は、北海道手塩郡とよと町わざ豊富駅前通りに、ある、北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。駅番号は W74。事務官コードは12万1844。特急、宗谷、サロ別が停車する。1977年の豊富駅と、周囲約500メートル範囲。左上が、稚内方面。 国鉄型廃線の二面三線と、駅舎横の名寄寄りに、貨物積み下ろし場と引き込み線、ホーム外側に、多数の複本線がある。輪っか内寄りの外側に、この写真の5年前に廃線となった、飛壮対抗線の機関区の転車台が残されている。貨物積み下ろし場周囲と駅裏のストックヤードには、木材が望みされている。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成所在町名より、相対式ホーム2面2線を有する地上駅。かつて必須単行手仕工業所専用鉄道が分岐しており、南側に同線の豊富駅が設けられていた。ホームの長さは4両分で、多脚機などに特急列車が増結された場合は、ドアカットを行う。ホーム間の移動は、古戦橋を使う。 かつては、隣の旧、徳光駅と共に、徳が道で豊かな富を得るという意味で、縁起一部の人気があり、駅構内には、縁起一部の看板が設けられていた。かつては、手塩炭鉱の石炭やその周辺の木材出荷駅として栄え、ホーム外側に多数の副本線と機関区を有した。乗車券類は、無人化後はキオスクで発売され、キオスク閉店後は、 コロノベキから派遣された駅員が出札補充券にて発売していたが、後に駅舎となりの豊富町観光情報センターでの扱いとなった。現状では豊富町観光情報センターで購入できるキップ類は記念入場券のほかは豊富町民のみに発売される町民乗車票のみとなっている。名寄駅は区内駅間の無人駅としては最大の利用があり、 友人駅のオトネップ駅、ホロノベ駅を上回る。1日の平均乗降人員は以下の通りである。沿岸バスが以下の路線を運行している。札幌行き、特急は、ボロ号は、市街地寄りの豊富営業所に停車し、駅前には乗り入れない。また、豊富町は、内市間の路線バスは、かつて運行されていたが廃止された。ありがとうございます。